P ちゃんは普段プロストックでスタッフとして働いています。しかし深夜0時を過ぎると魔導士 P ちゃんとして星占いもしているんです。毎週この番組をご覧いただき本当にありがとうございます。あなたの今週の運勢はいかがでしょうか。2022年8月22日から2022年8月28日までの1週間の占いです。この番組は毎週星2つ星1つのちょっとだけ運気が残念な方々にあれやこれをおすすめする変な占い番組です。先週はボッシュの測定器を3個もおすすめしちゃってお腹が空いちゃいました。そこで美味しいご飯が食べたいなというわけで炊飯器特集です。大丈夫か？星の数の多い星座の人ほどラッキー。星が一つの人はちょっと残念。お羊座の方、星3つで平穏無事。お牛座の方は星5つで絶好調。ラッキーナンバーは8です。双子座と蟹座と獅子座のお三方は星3つで安泰。星2つの乙女座の方には食卓をちょっと豊かにするパナソニックの IH ジャー炊飯器 SR-FE101 をおすすめします。天秤座の方は後でね。星2つのサソリ座の方には煮込みもできるタイガーのマイコンジャー炊飯器炊きたて 5.5 合炊き JBH-G102 をおすすめ。伊手座とヤギ座と水亀座のお三方は星3つで安泰。魚座の方は星5つで絶好調。ラッキーナンバーは6です。ほんのちょっと残念な天秤座の方には光っておしゃべりする楽しい炊飯器ジョイパレットのご飯が炊けたよアンパンマンの炊飯器セットおすすめします。美味しい心のご飯を食べて明日も元気だよ。開運ラッキーアイテムはマクビティーズのダイジェスティブビスケットオリジナルです。ビスケットを食べて今日も元気だ。あとなのに前説でございます。今週のおすすめでございます。一つ目のおすすめは二段 IH で備長炭釜のコンパクトな IH ジャー炊飯器パナソニックの SR-FE101 です。凹凸が少なくどのキッチンにもすっきり置けるシンプルなデザイン。内釜の厚みは 1.5mm、 内面には備長炭入りのコーティングを採用し遠赤放射率を高めています。寿司カレーコースを搭載。寿司飯やカレーに合うご飯を芯までしっかり炊き上げます。ヒーターで釜を包み込むように加熱し、ふっくらと美味しいご飯を炊き上げます。食卓をちょっと豊かにするパナソニックの IH ジャー炊飯器 SR-FE101 でした。そして次は、遠赤効果の高い黒厚釜 1.7 ミリ厚で炊きムラを抑え、ふっくら美味しいご飯を炊き上げるタイガーのマイコンジャー炊飯器炊きたて 5.5 合炊き JBH-G102 です。内鍋は1年保証です。とても美味しいご飯を炊けるのですが、今時の炊飯器は煮込み料理なんかもお手軽にできてしまいます。最初は沸騰温度に近い高温で煮た後、温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに温度を下げて引き続き煮込む調理のメニューの機能がついています。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味の染み込みを良くし、長時間加熱しても煮詰まる心配がない優れものです。ビーフシチューでも作ってみようかな。光っておしゃべりする楽しい炊飯器、それがジョイパレットのご飯が炊けたよアンパンマンの炊飯器セットです。炊飯器のボタンを押すとピカピカ光ってご飯が炊ける音とアンパンマンのおしゃべりが流れます。
ふりかけのアンパンマンご飯とかつしゃもじがごっこ遊びを盛り上げます。おいしい心のご飯が炊けますよ。 BGM は江口信弘さんの明日晴れるやでした。今週もいろいろなものをおすすめさせていただきました。ありがとうございました。あなたの今週がハッピーでありますように。カタキンでした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。